鳥の絵ゆうき。そしたら 2.5 次元俳優界屈指のおしゃべりストである2人がお届けするなるやん台本なしのトーク番組。あかんぞ。今回はどんなトークが飛び出すのかな。ワクワク。口は丸々のもと TV シーズン2。覚えてる？そのそもそもさ、うん、こういうことやりたいねみたいな話をした日って俺結構明確に覚えてんねんけど、いや、あの取材の日ちゃん。そうそうやろ、俺それはちゃんと覚えてんねん。俺は褒めてくれ、さすがや、褒めてくれ、俺をさすがやわ。たまには褒めてちょうだい。いや、もう本当にこれは嬉しい。たまには褒めてちょうだい。その、うん、なんか俺がやってる連載のやつにちょっと鳥越さんに出ていただいて、なんかいろんな職業とか、あの世界観になりきって撮影するみたいなコンセプトでやってて、それまあ一回ちょっとしゃべってみて。なりきってて、うん、我々漫才師の役みたいなのをねやりながら、うん、そのちょっとなかなか売れてなさそうな漫才師の格好みたいなしたりしながら、で公演で打ち合わせしてるとか、なんかそのノート書いたりしながらみたいなシーンを撮ったりしながら、うん、まあ合間の休憩があるわけじゃないですか、うん、なんかそのやっぱねこういうのも好きなようにやらせてもらえるようになったし、やっぱその喋りとかなんかその台本なしでオーラにしかできへんようなことやりたいねみたいな話をしたんですよ。うん、合ってますか？その記憶はあんまないかもしれない。いや、それが前後か分からんけど、うん、なんかさ自分のさ、うん、そのブックかなんかのやつに出てもらった時に2人でなんか対談みたいなのしたやん。あ、それでも言ったね。言ってたやろ。それでも言ってた。そっちの方が先じゃん。そっちの方が先やろ。それでも言ってたわ。ほら、俺の勝ちだ。嫌だ。あのトークに対して勝ち負け嫌だ。いや絶対だ。俺の方が古い記憶や。今のハイタッチ返してって。だからそれから何年か経って、その一緒にやった仕事の時にもうそろそろかみたいな。そう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 、マジでやろうかみたいな。それが多分そう。素舞台でなんかできたらいいやんっていうのから始まってるからね。いろいろ全国回って、うん、なんかそういうの喋れたらいいねって言ってたんやけど、テレビになるのが本当に早かったっすね。あ、早かった、ね、いいとこ目につけたなって思うよ ね。本当にありがとうございます。ここからですから。どうぞ。どうもこんにちは、はい、企画の亮でございます。本日もどうも、はい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 、先週に引き続き、北園の亮君に来ていただきました。よろしくお願いいたします。二人でカラオケ行ってもらう。何なんそれ。前半30分ずっとボーイの歌歌ってた。そんなまたボーイなんや、うん、その動画が上ちゃんと寮生から各々から送られてきてめっちゃ楽しそうで、うわ行きたかったほら、こうやって狭い部屋になんかさ3人部屋ぐらいのカラオケってあるじゃないですか。空いてなくて、で寮生あんなでかいのあいつ2人分でもういいかっつって、うん、もうずっと氷室さんの真似しながら何空いてかったぜって言いながら全然何言ってるか分からない。うわうわうわずっと二人で歌ってて、俺分かんないよカラオケしてたから。お前それ送られたら気持ち考えろ。いやめっちゃ楽しそうだなっていうのは。リオなら喜んでくれると思って。うわやっこれはリオに送ろうっつって。二人で飲み行ったりもしましたよねこの間、ね。あそうだね。遊んだ後とかね。この間二人で飲んだな。そうだ。あなんか鳥越さんに内緒やった。内緒かこれ。内緒ですそれ。内緒か。内緒にしときゃ俺は幸せですよ。もうあともうちょいの収録楽しく帰れたのにお前そういうことするの。普通に二人っきりで飲んだな。トリックと二人はないか。そういえばな。何その違いは。何しかも現場一緒でもないのに、確かにね、飲んだわ。なんだそれは。どういう意味だ言ってみな。まあどういう意味だもん。クソもんね。普通にね、あの遊んで残った2人でご飯を食べますかってなって。遊んで、はい、遊んだ後にご飯も行ってんの。そう、遊んでから飲みに行ってる。その遊びはワンピースカード。ワンピースカードか。俺もカードやれば仲間増える。増える、これはね確率で増えるよ。でも俺は麦わら被れる。あ、被れる被れる。被った方がいい。今の切ない顔やったわ。切なかったな。
共演者の方がなんか写真集かなんかの撮影で高知に行ったと、うん、高知 の運転手さんがなんかお店紹介してくれたんですよ、うん、もう本当に偏僻なところにあるすっごいにある小さい居酒屋、はいはい、でそこであの店員さんがこの間鳥越さん来ましたよちょっと待って、あのそんな偏僻なところにあるあのフリークしか知らないような店主が本当にその鳥越さん一人で酔っ払ってましたしかもプライベートでしょ多分プライベートで高知行って自分で自分のセンサーで、うんうん、ここ地元しか言えへんなっつってカウンター乗り込んで入って、うん、で兄ちゃんに、うん、何してるんすかっつってああなんかまあ普通にフラッと旅してみたいな、うん、何歳見える思う25つけ31はいためごなみたいなうわーいいねわーって気づいたらフォルダにその店員との写真あってもう通称どうもいやどうもちょっとありがたいですねうわあ嬉しいすごいどうですかなんやろうねめちゃくちゃ嬉しいねなんか嬉しいのと、うん、うちら追い出されたえ収録のスタジオスタジオいや追い出されたわけではないと思うんですけどそそしましたそそしてないはずやねんけどなここぞとばかりにグリーン着てきたそうやないつもねあの後ろの映像って、まあ、グリーンバックでやってるんですよ真緑でねそうそうであの関係ないと今回はもう全部衣装緑でしたわねなんやろこの小学校の体育館みたいな感じねえなんかあの学校の学園祭に呼ばれた若手の芸人みたいな気分でも嬉しいですねいや嬉しいですよありがたいですよ存分に声出してね笑っていいもういいですからねはい本日のゲストちょっと楽しみにしていただけたらなと思います沸かせてくれると思います間違いない本日のゲストこちらの方です来ました来ましたあれあんまり湧いてないお願いしますよキャーキャーおーおーおーいいじゃないですか気持ちいい田中亮太くんですお願いしま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 すそれでは参りましょうはい上ちゃん、鳥ちゃん教えてエピソードトーク上達講座いやはいはいはいですねはい、というわけで、シャープ4はい終わりましたあー、疲れましたはい何やろ、お疲れしたいや、なんか、もっと形式的な感じなのかなと思っていや、もう形式もクソもないなんかこんな座り方してトークして俺初めてやわいや、俺もこんな番組作りていやでもシャープ4なかなかいやなかなかもう寮生の腕爆発かいあとは編集がどうなっているのかそうですね長尺で話しましたんでロングがどうなってるかね、ねいろんな話持ってきていただいたんで、はいはい、勉強になりましたはい尺というね尺ね尺大事だなって、はいはい、皆さんもお楽しみにということでございます、はい上田鳥越口は〇〇の元 TV 鹿は出ません鹿はこの番組に出ませんそうですね、はい上田鳥越口は丸々の元 TV シーズン2は、8月1日火曜深夜0時から BS11 で放送お楽しみにもっといけたんちゃう